前回、こちらの自動小麦収穫施設を作りました。意外とサクッと作れるもんなんだな。クリエイトは見てる分には難しそうですが、やってることは歯車を回してブロックを動かしてるだけなので説明動画とかを見ると意外と直感で理解できます。だからこのシリーズもっと再生して、ほらここにシリーズの再生リスト準備したから、私はもうここまでのようだ。その自動農場で回収できるものは小麦と種になります。今回は小麦をパンにして、スイートロールを作成するところまでやっていこうと思います。パンと牛乳だけ？砂糖は？今回は無糖です。砂糖は？いや誰だよ。無糖は？いやお前は誰だよ。砂糖です。これぞまさに、砂糖のない無糖と無糖を探す砂糖。いいじゃダメなんですか。砂糖もいますね。さっきから糖とうっさいわ。届か。昆布を集めに来ました。今回はベルトコンベアをそこそこ使う予定なので、たくさん回収しておきましょう。昆布もいつか自動で回収できるようにしたいな。確かにそうですね。すっごい必要な時が来たらその時に考えましょう。スイートロールを作る前に、小麦からパンを自動で作る施設を作りましょう。スイートロールはパンと牛乳を合わせてできるものですからね。パンの自動化は必須というわけか。パンの自動化にはそのまま小麦をクラフトしてパンを作る方法と、粉砕して小麦粉を作ってそこからパンを作る2種類がありますが、今回は後者の粉砕して小麦粉を作る方法を採用したいと思います。パン作成分岐ルートだな。エンディングに影響しそうだ。しません。さてそこで問題になるのが、小麦と種が収穫されているというところです。今回は小麦だけを使いたいので、種は必要ありません。今回は捨てましょう。コンポスターに入れれば骨粉ができるけど、この世界に骨粉とかいる？そこで役立つのがこちら。ブラストンネルになります。エレクトロンチューブを使うちょっとした贅沢品です。贅沢7だね。これはベルトコンベアが2レーン以上繋がっている時に設置できるもので、こんな感じで連結して使うものになります。そしてフィルターをセットできます。今回は小麦と種をセットします。ああ、どういう機械か大体わかったぞ。この状態で、例えば種をトンネルに入れてみると、フィルターに種をセットしたトンネルに種が移されます。そして小麦を入れると、はい、ご想像の通り小麦をセットしたトンネルから小麦が排出されました。こちらのファンネルは入ってきたアイテムを分別してくれる、とっても便利な装置になります。ファクトリオでいうところの分配器ですね。いやそんなニッチなゲームで言い換えられてもみんな知らないでしょ。これで小麦と種を分けれたので、次は小麦を小麦粉にしましょう。今回は石臼を使います。あれ？前々回出てきた粉砕ホイールじゃないのか。あの粉砕ホイールは確かに効率はいいんですが、大きい CSU をたくさん使ってしまうのが難点なんですよね。大きい工場なら粉砕ホイールでも問題ないでしょうが、今回は大きい工場ではなく小さい施設程度のものを作るので石臼を使いたいと思います。副産物も小麦に関しては石臼も粉砕ホイールも同じですからね。よし、セットアップ完了。動力を伸ばして石臼を動かしてみた。やはり石臼は石臼で見てて気持ちがいいものがあるな。歯車が重なって動くというのは見てて爽快感ありますよねー。ありますよねー。やべえぞ、視聴者への洗脳が始まってる。ほらほら、とりあえずこれ飲んでみて。ドクロベイが書かれてる飲み物はやべえって。どうですか？だんだん気持ち良くなってきませんか？変なエフェクトをかけるな。皆さんも歯車興味入信しませんか？いやまさかの前回の伏線回収。おや、この世界に来て初めての商人ですね。商人、商人。何かいいもの売ってないかな？この巻貝は気になりますけど、今は全部いらないかな。というよりも巻貝含めて何に使うかもわからないしな。商人さんすまんな。今のところ欲しいのは高評価とチャンネル登録なんだ。承認欲求の塊じゃん。視聴者頼む。ガチトーンのお願いじゃん。まだ登録してない視聴者頼む。お願いするのはいいけどなんでそんなところにその画像配置した？それっぽい声出すな。ということでこんな感じになりました。ライダーが邪魔すぎる。邪魔すぎてぬっ殺してやろうかと思いましたよ。仕組みとしては粉砕ホイールを作る前の鉄無限生産の時の石臼の状態と似ています。それじゃあ完成した小麦粉を次は濡らして、濡れた小麦粉にします。最近ずっと扇風機使ってない？扇風機、厳密には濡れた風なんかはクリエイトの加工で結構出てきますから、扇風機もたくさん必要になってきます。チェーンドライブを伸ばしてコンベアを動かします。今回はチェーンドライブを乱用してるな。やはり歯車よりも使い回しがいいですからね。扇風機を動かしました。今回は仮設置ということで近くの水車と接続しています。RPM が低いから風の飛距離はそこまでないな。次、濡れた小麦粉をパンにするための鍵となるブロックを作成しましょう。
キャンプファイヤーです。おや、これはデフォルトのブロックじゃないか。はい、これを使って濡れた小麦粉をパンにしようと思います。と言っても仕組みはさっきの小麦粉を濡らす手順と同じなんですけどね。違うのは、水ではなくこのキャンプファイヤーの火を扇風機で飛ばすくらいです。こんな感じですね。湿った空気じゃなくて乾いた空気が飛ばされてる。こうすることで濡れた小麦粉をパンに加工することができます。あとは完成したパンをデポットからチェストに移せば、自動パン工場の完成です。と言いつつまだ解決できていないものがありまして。完成じゃないじゃん。まあこれはトンネルを使って小麦粉と種を分ければいいだけなので簡単ですね。種は燃やしてしまいましょう。そこにいるのが悪いからな。ということでこんな感じで小麦を小麦粉にして、小麦粉を濡れた小麦粉にして、それをキャンプファイヤーの火の力でパンに加工する、そんな施設を作りました。これで小麦の自動収穫からパン作成まで自動化できたな。食料問題、解決。食料問題は解決しましたが、もう一工夫をすればパンよりも効率のいい食べ物を作ることができます。ということでそれを作っていきましょう。銅のインゴットと銅のプレートで、液体パイプを作りました。液体？はい、今回はあのパンに牛乳をかけてもっと美味しく、満腹度の回復量も倍近くなるスイートロールを作ろうと思います。もちろん自動化もしますよ。牛乳のために液体パイプを作ったのか。それとメカニカルポンプも作成します。このメカニカルポンプがないと液体は移動しません。オンオフだけで液体輸送ができるとは思わないでいただきたい。誰に言ってるんだ。それとカッパーのケースも作成して、フェンスと合わせてアイテムドレインを作成します。これはアイテム、主にバケツや瓶から液体を回収するブロックになります。あと銅のケースとナゲットとガラスで、液体タンクも作成します。そしてこのタンクと銅のナゲット、昆布で、スパウト、注ぎ口を作成します。この注ぎ口はデポットの上に設置して使用します。この注ぎ口から液体パイプを伸ばして、途中にメカニカルポンプを設置します。さっきも言いましたがこれがないと液体は移動しません。これでよし。そしたらその先にアイテムドレインをセットします。そしてここで大切なアイテムを作成します。王道のプレートと安山岩の合金で、手ができました。手ができた？この手とエレクトロンチューブ、安山岩のケースと歯車で、デプロイヤーを作成しました。はいドン。うわなんか指さしてますけども。こちら、プレイヤーの代わりをしてくれるブロックになります。今回は牛から牛乳を絞るという本来プレイヤーにしかできないことを、このデプロイヤーを代用してみようと思います。ファンネルをつなげて、こんな感じでループするベルトコンベアを作成します。結構ゆっくりだな。これはそこまで速度は高くなくてもいいのでとりあえずループさせるのが必要です。じゃあデプロイヤーを動かしてみましょう。やっぱり手が動いてるのちょっと気持ち悪いな。これで施設の準備は完了しました。ほれほれ、牛さん、美味しそうな小麦だよー。はいはい、こっちにおいで。この柵の中に入れば不労所得が手に入る。おせおせ、いけいけ、取れ取れ、この回に重点取れ。はい残念、今日から君は搾乳マシンだ。この人権剥奪。ゴッタローが出てきそうですね。そういうダークな部分をネタに持ってくるのやめろ。デプロイヤーのフィルタスロット2からのバケツを設置しまして、ベルトコンベア2ポイ。こうするとデプロイヤーが空のバケツを使って、目の前の牛から牛乳を取ってくれます。そうやってできた牛乳入りバケツはデプロイヤーからコロッと出て、アイテムドレインで牛乳だけを回収します。コロコロバケツくんかわいい。こうして回収された牛乳が液体パイプを通して注ぎ口に移されて、ここに溜まります。メガネをかければどんな液体がどれくらい入っているのかがわかります。そしてデポットにパンがセットされると、こんな感じでスイートロールに加工されます。おお、美味しそう。これにて自動化、完了です。このちょっとした工程で空腹ゲージ回復量が2倍になるならやらなきゃ損ですよね。最終的にこうなりました。何がどうなっているのか。動力はまた新しく風車を作成しまして、ここから供給しています。もちろんスピードコントローラーで速度も上げています。この施設を軽く説明。まずはここで小麦を搬入しまして、ここで粉砕します。そしたらここで小麦粉を濡れた小麦粉にしまして、ここでパンに加工します。パンを焼けるほどの熱風がキャンプファイヤーで出せるのすごいな。そしたらここで牛乳をかけてスイートロールに加工します。そして完成したスイートロールをチェストに搬入します。これがこの施設の一連の動きになります。説明を受けたら何をしてるのかわかったわ。それは良かったです。
ということで、今回はここまで、また次回お会いしましょう。